はいご視聴ありがとうございますいさなチャンネルがお送りいたしております山本周五郎作長い坂その第7回2-1続きから学問はただ詰め込むだけが能ではないと総学は言った学問だけがどんなに進んでもお前自身がそれについて行けなければ学んだことは何の役にも立たない 人が2年かかるところを4年かけてやってもそれが身についたものならはるかに強いし力があるものだ。お前の様子を見ていると何か目的があって焦りに焦っているようだがこの辺で考えた方がいいな。だが小三郎は秋の真寺吟味を受け見事にそれを自分のものにした。藩主の死によって 3月の吟味はやるかやらないかで議論になり結局は中止ということに決まったそしてヨイいックの夜言うまでもなく上司の節句は禁じられていたが小三郎は異常な出来事を目にした商工官へ入学した後も彼はずっと曲がり町へ通っていたし総額も事情の許す限り快く講義をしてくれていたその時は 司教にかかっていてい藩校の教科では赤の組になって始めるものだが総額はあたかも小三郎の能力の限度を確かめるかのように強引に読み進めるのであったけれども3月2日の夜は半時ほどで講義をやめた奥には客があるようで時々高声で言い争うのが聞こえその度に総学は口をつぐんだ。 奥ののことが気になるのだろう。講義をやめて耳を澄まし争いの声が途絶えるとまた続けるというふうであった6時に座って約1時間その間いつたびばかりもそんなことがあり総学は本を閉じた「桃の節句にセミが鳴き出すとは」と総学は言ったまるで気違い陽気だ。 今夜はこれれ。までにしよう。気をつけて帰れ小三郎は礼をしてからふと目を上げて総額を見た「気をつけて帰れ」などと言われたのは初めてだからである総額はそのまま立ってゆき小三郎は書物や筆記具を片付けた谷家には書生が2人いるあとは雑用をする下男と飯炊きの老人だけという。 全く男ばかりの生活であったこれも後で分かったことだが江戸には妻女と2人の子があるのにこちらへ来て以来温赦さえもしないということであった小三郎が脇玄関から出る時いつもそこにいる女性の姿が見えなかった曲り町はその名の通り屋敷と屋敷とが交互に自撮りをしているため 道はその角角を鍵形に曲がるようになっていたもちろん辻明かりなどはないので闇夜には提灯がなければ足元が危なかった小三郎はまだ少年だから一度も提灯など持ったことはないその時も宵の口だが空には月もなく屋敷町のことで漏れてくるほかげもないほとんど暗闇と言ってもいいくらいだったが 彼には通い慣れた道なので少しも不便には感じなかった「奥で」言い争っていたのはどんな客だったろう歩いて行きながら小三郎はそっとつぶやいた「あの言葉の調子はこの土地のものではない」「谷先生の言葉付きとよく似ていたようだ」とすると江戸から来た客だろうか「そうだ」と彼はまたつぶやいた「今帰る時玄関に誰もいなかった」 ここんなことは今夜が初めてだ。いつも必ず2人のうち1人は玄関にいたのに。高声で言い争っていた客たちの江戸風の鉛と常になく玄関に人のいなかったことが小三郎には次第にいぶかしくなり気分も落ち着かなくなった見たび角を曲がり四つ目の角を左へ曲がったその角屋敷は山根クランドのものである。 山根は今無役だが老身格で渦中に一派の勢力を持っているという評判が広がっていたその角を曲がった時向こうに提灯の明かりが一つと五六人の人影のもつれているのが見えた小三郎は気にも留めずに歩いて行ったが30歩ほど行った時ふと立ち止まったもつれ合っていた人影が左右に開きそして彼らは刀を抜いたのだ 数はわからないが提灯の光を映してキラッキラッと抜いた刀身のひらめくのが小三郎の目にはっきりと見えた小三郎の息が止まり五体が硬着した向こうの左右に開いた人数の間に一人の侍がいて何か叫んだ言葉はわからないが異常なひどく切迫した叫び声で同時に左と右から。 そのの侍をめががけて二度三度と白人が鋭い光弧を描いた。小三郎は耳がガンとなり喉元へ何かがこみ上げてきた「後へ戻ろう戻らなければいけない」と思いながら足は棒のようになって動かず体全体がすくみ上がって今切られた侍が片手で首を押さえ膝をつき前のめりに倒れるのを 夢中のことのように見守っていた。目を背けることさえできなかったのだ。その侍は倒れてから一言、悲しげに何か叫んだようだが、小三郎の耳にはほとんど聞き取れなかった。蝶神の火が揺れ、すぐにこっちへ近寄ってきた。その後ろから一人、抜刀を持っている侍が走り寄った。何者だ近寄ってきた先の男が、 そう言いながら棒を差し上げた。こんなところで何をしているその方何者だ小三郎は口がきけなかった二の二後から走り寄った侍の持っているぞっとするほど冷たい伐掃の光に小三郎の目は釘付けにされた「今のを見たな!と」と伐掃を持っている侍が言った「貴様何者だ!」まあ待て。 相手は子供だと提灯を持った侍が静止し小三郎の顔を覗いた「お前どこから来たここで何をしていたのだ私は」小三郎は唾を飲んでいようとしたが口は乾いていて唾は出ず声はかすれて言葉にならなかった「私は」と彼はかろうじてともりながら答えた「安部小三郎と言います父は勝ち組頭です」 ここで何をしていた小三郎は首を振った。何もしてはいません。曲がり町の谷先生のところから家へ帰る途中です。曲がり町の谷先生だと抜刀を持った侍がとがめるように言った。すると貴様谷総額から何か言い含められてきたんだな。もうよせ山村。と提灯を持った侍がまた静止し。 小三郎に向かって穏やかに言った「うちへ帰るならここから戻って帰れ」「家事長を回って行けばいいだろう」「少し遠回りになるがやむを得ない」「それから」とその侍は声に潜めた威嚇の調子を込めて付け加えた「今ここで見たことは誰にも話してはならない」「誰にもだ」「親兄弟にもだ」「それをよく覚えておけ」「わかったな」 小三郎は大きくうなついてみせた。彼はそのまま戻って歩き出したが宙を歩いてでもいるように足が心もとなく込み上げてくる吐き気を抑えるのに困ったし今にも後ろから追い打ちをかけられそうな恐怖のため呼吸も思うようにはできなかった「勝ち帳というのは堀外の町人町で勝ち組屋敷へ帰るには四角形の他の三辺も 回るることになるまだ宵のことだから町人町は日も明るく人通りも賑やかであった節句の祝いを禁じられた反動でもあろうか町を往来する人々の中に美しく着飾った少女たちの姿が目立っていた「この人たちは何も知らない」と小三郎は心の中でつぶやいた「曲がり帳で見たあの恐ろしい出来事が あれだけで住めばいい。あれだけでも恐ろしいがもっと恐ろしいことが起こるのではないかだがこの人たちは何も知らない祝いのない酔いゼックをこの人たちなりに楽しんでいるだけだ俺もあんなものを見なければよかった」と彼は思った帰ってみると組屋敷はどの家も明かりを消していてひっそりと物音も聞こえなかった 長い坂その第七回二の二、途中までこの続きはまた次回。